こんにちはひろきですいかがお過ごしでしょうか私は元気に過ごしております。さてさて、アマプラタイムでございます。アマゾンプライムビデオで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回はアメリカアカデミー賞4部門武将の超優秀作。 私も大好きなインセプションでございます。これはなかなかぼーっとしてる暇ものない映画ですよ。もう集中してみてくださいね。はい。ちゃんと頭の中で今どんな状態なのか、今この映画はどういう状態に今いるのか、それを考えながらちゃんと見ていかないと、ぼーっとしてたら 意味がわからずに終わってしまいます。不思議な物語で終わってしまいます。はい。はい。ご注意ください。注意作です。<laughs> では、説明文を読み上げます。ドム・コブは、人の心が無防備な状態。つまり、夢を見ている間に、潜在意識から貴重な秘密を盗み出すスペシャリスト。その、 得意な才能は産業スパイが暗躍する世界で重宝される一方、そのために彼は最愛のものを奪われ国際指名手配されてしまう。そんな彼に失った人生を取り戻すチャンスが、そのためにはインセプションと呼ばれるアイデアを盗むものとは逆に 相手の心に植えつけるおよそ不可能とされる任務を成功させる必要があったもしコブと仲間たちが成し遂げたならそれは完全犯罪を意味するだがいかに綿密に計画しさまざまな特殊能力があったとしても 行動がすべて相手に読まれていては立ち打ちできない。そんな強敵が現れる予感をコブだけが感じ取っていた。いかがでしょうか評価4.5そして IMDB ありえない、ありえない数字です。 IMDB 8.8です。なかなかない数字です、これは。まあ、素晴らしいですよ。はい。出演。レオナルド・ディカプリオ。名演技です。そして、渡辺健。いい役で登場します。他にも、 言い出せばキリがないぐらいの名優揃いです。演技派の名優揃いです。皆さん、ぜひご覧ください。今すぐ見れます。10年ちょっと前の作品ですが、まあ今見たって、もちろん驚きの連続、これを超える サスペンス SF 作品はまだ出てないんじゃないでしょうか。IMDB8.8 この数字、驚くべき数字です。重ねて申し上げますが。はい。今すぐ見ましょう。アマンプラ万歳。ということで、今回の配信も終了とさせていただきます。 それでは皆さんまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。